どうもこんにちは。今使ってるテントがですね、2代目のテントになるんですけども、最初に使ったテントは動画でも前ご紹介したんですけども、1回で壊れてしまいました。その次に買ったのが今使ってるテントで、ケシュアのファミリーテント 4.2 っていうやつなんですけども、作り方はですね結構簡単なんですよ。ポールを差し込んで組み立てていくというだけなんですけども、そのポールがですね、一人でやると片方は入れたんだけど、もう片方やろうとするとその入れた方が抜けちゃうとかっていう問題があって、一人で組み立てられないことはないんですけど、ちょっと難しいという感じです。あとはですね、テントの中にメッシュの部分がほとんどなくて、そのメッシュの部分がないんでですね、冬はすごくあったかいんですよ。テントの中もあったかいんだけど、夏場とかになってくるとちょっとこれ暑いだろうなっていうような感じがまずありました。最近はですね、ファミリーキャンプの動画ばっかり撮ってたんですけども、やっぱりソロキャンプもしてみたいということで、今回ですねテントを探してました。以前ですね、コラボキャンプをやった時にリュウさんが使ってたワンポールテントをですね、実際に目の前で見るのは初めてだったんですけども、これの立て方って難しいんですかっていう話をした時に、いやそんなことはないですよっていう話だったんですね。で、実際に立て方を調べてみると、その隅をペグで打って中にポールを立てると、それだけでですね設営できる感じだったので、ちょっとワンポールテントにしてみようかなと思って、今回はですねこちらを購入しました。まだですね、物自体は届いてないんですけれども、今週の土曜日、明日ですね、早速キャンプに行ってこようかなと思ってます。で、ソロキャンプをしたいと言いながらも、土曜日なので、やっぱりですね、ファミリーキャンプになるんですけども、新しいテントなんでですね、子供たちも喜んでくれるんじゃないかなと思ってます。ですね、3人用と5人用と、あと8人用だったかな、もあったんですけども、8人用だと、やっぱり、そんなに大きいのは1人ではいらないだろうっていうのと、あと値段がですね跳ね上がってしまうので、今回5人用にしてます。うちの家族が5人ということと、3人と5人とですね、あんまり値段が変わらないんだったら、ちょっとでも大きい方が、過ごしやすいんじゃないかなと思ってこちらにしました。この DOD のですね5人用を選んだっていうのはいくつか理由はあるんですけども、あんまりですね YouTube とか見ててもこのテントでですね検索した時にあんまり出なかったので、動画としても面白いかなっていうのと、あとはやっぱりこの見た目でしょうね。見た目が結構気に入ったっていうのが大きいです。ただですね、一個懸念としては、Twitter の方でもですね、コメントいただいたんですが、黒い色っていうのは蜂が寄ってきやすいという話もあるので、ちょっとですね、このテントを使ってキャンプする場所っていうのは選んだ方がいいのかなと思ってます。ついでにですね、今回初めてタープも購入しました。普段ですね、タープは使ってなくて、日陰がなくてもいいだろうっていうことと、やっぱりアウトドアなので暑い寒いっていうのは絶対当たり前になると思うんですね。で、当たり前にあるので、太陽が出てれば暑いと、日陰がないから暑いっていうのは結構当然のこととしてやってたので、あんまりいらないっちゃいらないんですけども、どうしてもですね子供と一緒に行くとなると、やっぱり日陰っていうのは作ってあげた方がいいだろうなということで、今回これを購入しました。で、これもですね、何色にするか迷ったんですけども、せっかくですね、黒いテントを買うんで、タープも黒にしてしまおうと思って、今回、黒を買ってます。メーカーがですね、よくわからないんですが、多分 X ブラックっていうところですかね。このタープの気に入ったところとしては、大きいサイズっていうのが一つあるのと、タープの中にロゴとかが入ってないっていうところでした。ただの真っ黒なタープと、そんな感じですね。でですね、この購入したタープなんですけども、ポールがついてません。で、ポールがついてないので、テントをですね、DOD のものを買ったので、ポールも DOD にしてしまおうと思って、DOD の赤いポールを購入しました。黒とシルバーと赤があったんですけども、ポールまで黒にするのはどうなのかなと思ったのと、なんかこう、アクセントになってくれるかなと思って、赤い色を選んでます。タープをですね、また違う色のものとかを買った時に、結構アクセントになっていいんじゃないかなと思ってます。それとですね、もう一個家用にタープを買ったんですけども、家の外にこうプールとかを置いてですね、遊ぶ時に日陰が欲しいということで、こちらもですね、タープを一つ買ってます。なんて読むんだろう、スームルーム、わからないんですが、なんかそんなメーカーで、これね、タープ安かったんですよ、2570円で、なおかつ、ポールまでついてるっていう感じです。家の外とかで日陰が欲しいっていうぐらいだったら、これでも十分なんじゃないかなと思って、今回これを購入しました。
はい、ということでですね、まだ物は届いてないんですが、実際どんな感じだったのかなっていうのをまたですね、来週あたりにレビューできればなと思ってます。で、まあ、購入の際にですね、うちの奥さんにも相談しまして、ちょっとテント欲しいんだけどみたいな感じで話をしてですね、一応許可を得たんですけれども、まあ、テントがですね1万5000円ぐらいで、他のものをいろいろ買ってたらですね、まあまあ結構いい値段になっちゃったんで、ちょっとですね報告しづらいところではあったんですが、今回ですね購入した、商品の総額は、2万3159円でした。でうちの奥さんにですね結局いくらだったのと聞かれてですね、ああ23000円って答えたんですけども、そういう答え方をするとですね意外となんかごまかせたというか、ああみたいな感じだったのかな、感じ、うん、そんな感じでもなかったかな。でもちょっとはですねごまかせたんじゃないかなと思います。これでですね、テントも新しく来るということで、でしかもソロキャンプでもできるような、一人で設置できる簡単なテントなはずなので、今後はですね、ファミリーキャンプだけじゃなくて、最初やってたようにソロキャンプもどんどんやっていきたいなと思ってます。まあ、ちょっと時間がですねなかなか難しいところではあるんですが、こういつもですね賑やかなキャンプだったりするので、ちょっと、まあ、こうまったりした感じというか、結構 YouTube とかでですね、一人でやってる方の動画とか見るんですけど、一人でこう楽しんでるっていうまったり感もいいし、趣味感というか、まあ、そういうのをですね僕もやりたいなと思うので、どんどんですねそういう動画も増やしていきたいなと考えてます。で、テントもですね2つ用意できることになるので、まあそのうちですね、例えば誰かを誘ってみたりとか、まあ、うちの弟家族と一緒に行ってみるとかっていうこともですね、視野に入れてやっていきたいなと思ってます。ということでですね、来週は、以上のものを使ったキャンプというのをやってみますので、ぜひまた見てみてください。